毎回毎回もううんざりだよ。俺に触んなよ。これが私が夢にまで見た結婚生活というものなのでしょうか。夜の生活、それは私にとって苦痛以外の何物でもありませんでした。いらっしゃい。何？お前って本当つまんない女だな。え？お前なんかと結婚するんじゃなかったよ。おはよう、のぞみさん。国彦は会社に行ったかね。ねえ、行きました。しかし、国彦もなぁ。なんですか。いや、なんでもないよ。ずるり、のぞみさん、浮かない顔してるけど、なんかあったのかね。いえ、なんでもないです。日に日に冷めていく夫との関係。でも、どうすればいいのか私には分かりませんでした。のぞみさん、やっぱり悩みがあるんだね。お父さん。のぞみさんは国彦の嫁というよりも、私には本当の娘のように思えるんだ。そんなのぞみさんが辛そうにしてるのは見てられないよ。何か悩み事があるんだったら、一人で抱え込まないで、私に相談しておくれ。ありがとうございます。でも本当に大丈夫なんです。じゃあ、私の思い違いなんだね。はい。やっぱり離婚だろうな。どういう意味？
父様がつぶやいた離婚という一言、その言葉が私をどうしようもなく不安にさせました。ん？なんだい？お父様、先ほどお父様がおっしゃったのはどういう意味ですか？ん？何のことだい？やっぱり離婚だなってお父様もおっしゃいました。あれってどういう意味ですか？ああ、あのことかい。まあ、ここを座なさい。私にはわかるんだよ。のぞみさんたちがうまくいってないことがね。邦彦がのぞみさんを連れてきたときはびっくりしたよ。あの堅物の邦彦が、こんな可愛い子を射止めることができたなんて、正直不思議でならなかった。でもね、可愛いだけじゃダメなんだよ。特にあれがダメだと男は退屈するよ。あれって何ですか？ん？セックスだよ。そんなハッ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 、照れてるのかね。ん？のぞみさんは本当に可愛いね。でもね、可愛いだけじゃダメなんだよ。のぞみさんは人妻なんだから、夜の生活の方ももっと頑張らなくっちゃね。邦彦はまだガキだからね、自分が至らないのを全部のぞみさんのせいにしてるんだろう。のぞみさんのようなうぶな子は男がじっくりと教えてやらなきゃならないんだけどね、近頃の男と来たら変な情報ばっかりで頭でっかちになっておる。女はみんな母親か風俗嬢だと勘違いしておる。だから決してのぞみさんのせいなんかじゃないんだ。悪いのは何も知らない男どもだ。でもこのままじゃのぞみさんも辛いだろう。そうだ、いいものあげよう。のぞみさんも一緒にいらっしゃい。のぞみさん、そこでちょっと待っててな。のぞみさんもオナニーぐらいするだろう。いやいや、別にいやらしい意味じゃないんだよ。うぶなのぞみさんにはピンとこないかもしれんが、女性だって発情しておれば男には色っぽく魅力的に見えるんだよ。ほれ、
これはそのための道具だよ。のぞみさんにあげるから。イメージトレーニングだと思ってチャレンジしてごらん。それじゃ、頑張ってな。今日は楽しかったよ。くるみ部長とキャバクラ行ってきたんだけどさ、あのナンバーワンの愛ちゃんって子がもうすっごい可愛くて、いやーよかった。おっぱい柔らかかったな。俺さ、女作るからな。え、どうして？理由なんか言わなくてもわかんだろ。いや、やっぱり女は色気だよな、当たり前のように夫は浮気宣言をしました。私はあなたにとってどんな存在なのですか？いらっしゃい。お父様。国彦にも困ったもんだね。いえ、国彦さんは何も。かばわなくったっていいんだよ。国彦はもともと自分勝手なやつだから。あんな男に育ててしまって、のぞみさんには謝らなくちゃならないな。お父様。のぞみさん、くじけちゃダメだよ。すいません。昨日は大変失礼なことをした。許しておくれ。分かってます。急にバイブなんか渡されてさぞかし驚いただろう。ああ私はね、のぞみさんのことを思うあまりにしてしまったんだがね。どうだい、戻ってくれるか。そうか、許してくれるか。でね、私があるんです。あなた聞いて。お父様のことなんだけど。後にしてくれよ。疲れてんだからさ。
あなた、ああ、ごめんごめん。驚かすつもりはなかったんだよ。ん？昨日のこと怒ってんだね。でもね、私はいやらしい気持ちや変な下心はないんだよ。ただ、のぞみさんのことを思ってしたことなんだ。お父様、もうあのことはいいんです。だからもう何も言わないでください。そう嫌な顔しないでおくれ。私は本当にのぞみさんのことを心配してるんだな。のぞみさん、ここが正念場だ。このままだと本当に離婚という結果になりかねない。こんなことで？そうだよ、のぞみさんは簡単に考えてるかもしれないが、セックスというのは夫婦にとってとっても大切なんだ。現にのぞみさんたちはそれでギクシャクしてんだろ。だって結婚前はこんな風ではなかったのに。恋人と妻とは違うんだ。妻はもっとみだらにスケベにならなきゃダメだよ。そんなものですか。そうさ、人間だって所詮は動物なんだ。やっぱり一回のレッスンじゃなかなか難しいようだね、のぞみさん。寂しい。私だけが世界中で一人ぼっちになってしまったみたい。私はどうすればいいの？もう後には引けない。お父様のおっしゃることが正しいというのなら、私はお父様の言いつけに従って夫に愛される妻になりたい。なんだい？私、決めました。何を決めたんだい？邦彦さんを夢中にさせるような女になります。それで？お父様に教えていただきたいんです。何を？色気のあるような女になるにはどうすればいいのかを。なるほどね。
よかろう。のぞみさんの熱意に打たれたよ。ただし私の言うことをどんなことでも聞くんだよ。できるかね。はい、覚悟はできてます。うん、のぞみさんは素晴らしい女だ。それじゃあね、先日渡したバイブ、あれ持ってきなさい。はい。ありがとう。行ってらっしゃい。行ってきます。あなたいいじゃないか、僕たち夫婦なんだから。今日は早く帰るよ、のぞみに会いたいから。ご機嫌だな、邦彦のやつ。まったく現金なやつだ。お父様。ん？本当にありがとうございました。いや、頑張ったのはのぞみさんだよ。よかったな、昔みたいに仲良くなれて。これでわしの役目も終わった。なんの時さん、あのことは絶対に邦彦に喋っちゃダメだよ。そしていつまでも仲良くするんだよ。お父様の言葉を聞いたとき、私の心の中には言いようもない寂しさが溢れてきました。ああ、もう一度だけ父様に。ダメ、私何バカなことを考えてるんだろう。